ギル戦争をやっていきますということで、まあ、ギルのね、配布が多くなったとはいえね、ギルの消費量がやはりえぐいです。まあ、ギルガチャはもちろんね、今回のレイドをやる上で、やっぱりジョブのね、アビリティ上げとかしなきゃいけなくなってしまったんで、ちょっとギルの消費がね、ちょっと半端じゃないです。何度も言うけど、ギルの設定おかしいよって。この体力せっかく配布してくれてるのに、久しぶりにね、今更手遅れの体力配布をしてくれてるけど、ギルの消費量は変わらなかったらね、何も変わんないんで、早く気づけよ、このクソ運営って感じで、行きましょう。今回はね、レイドボスですね。まあ、結局、昨日ね、どうなるかわかんないんですけども、明日にはね、レベル100に到達するでしょうっていうお話をしましたが、レベル100にね、到達しました。で、まあ、いろいろパーティーをね、試行錯誤した結果、前回は確か土ユリのレイドボスだったはずなんで、そのパーティーの土のやつを風に入れ替えて、まあ、ちょこちょこやってたんですけど、レイドボスね。まあね、すっげえめちゃくちゃ試行しましたよ。このメンバーで多分ね、20体くらいはやったんじゃないかな。ただね、どうしてもワンパンできなくて、あと一発までは行ったんですよ。本当にもうあと1000、2000とかそのレベル。そのレベルまではいけるんですけど、どうしてもその残りのミリ残しがどうしても削れなくて、もうこれ以上は無理だと。もう並び順、装備、アビリティのオンオフ、全部試行して、もうこれ以上は無理。っていうところで、どうしたかというと、ツインヘッドドラゴンのレベルをね、無理くり99にしてきました。もうあのソウルスターとソウルメダル使ってね、無理っくりレベル99にしてきて、あとこれと同時進行で、この闇パーティーっていうのも、何回か試したんですよ。この風含みパーティーよりも全然試行回数は全然少ないですけど、本当に3、4体くらい試して、こっちでも試してやったんですけど、まあ、こっちもギリギリ削れないって感じだったんですよ。まあ、だから、ツインヘッドドラゴンを、レベル99にしたんで、この状態で、まあ、いけるかなと思って、まあ、とりあえず風含みパーティーの前にこの闇属性統一パーティーでね、先にやったんですよ。闇に関してはそんなに試行回数重ねてなかったんで、ちょっとアビリティの調整はしました。ツインヘッドドラゴンの貫突だけじゃなくて、ちょっとね、アビリティの調整はしましたね。その結果いけました。まあ、EX 来てからね、だいぶ時間も経ったんで、さすがに自分もね、レベル123人もいます。だから今回はね、本当に難しかった気がするんで、多分結構達成できない人多いんじゃないかなっていう気がしますよ、ワンパンね。まあ、自分も別に今回いいかなと思ったんですよ。別にレシピ63枚分集めるだけなら、別にそんなに苦労しないんで。もともと今回登場するね、新しい、防具の素材はもともと持ってたんで、別にレシピさえ集まりゃ別にいいかなと思ってたんですけど、まあ、本当に結構ギリギリワンパンできない感じだったんで、ちょっと頑張っちゃいましたけどね。まあ、でも気持ち的には本当に別に今回はワンパンできなくても別にいいかなくらいの気持ちでしたけどね。で、もちろんね、このクロヘルナさんは、ね、もちろん魔法剣士運用ですね。で、破滅のしてるあのダブルアタック。個人的にはトリプルトリック使ってほしいんですけど、なぜかダブルアタックばっか使ってくるんで。まあ、それはそれで仕方ないっていうところでね。自分の中でトリプルトリックのいいところは、この AP なんで、もちろんトリプルトリック自体もいいですけど、この悪霊を払うものは、この AP プラス20。これがでかい。で、ビネラさんと、シャドウリンクスはね、こいつらに関してはね、ムーブが高いんでね、AP 回復してもらうために、もう遠距離攻撃の技はね、全部オフにしてます。もう近接以外は全部オフです。まあ、あと素早さ調整もちゃんとして、最初の雑魚敵をクロヘルナさんのアトラクトスペルで2体倒してもらうので、ちょっと素早さ調整はしてます。素早さ調整してないわ。結局、シャドウリンクスとビネラさんの近接以外全部オフにしてるんで、素早さ調整しなくても、どの道順番回ってきたらね、クロヘルナさんが雑魚敵倒してくれるんで。素早さ調節というよりも、並び順調節ですね。あとはもう本当に装備かな。シャドウリンクスが、どうしてもあと一発技が途切れちゃうんで、AP が足りなくなるんで、そのために銀縁メガネを1個だけ入れてますね。
やっぱ装備に関してはね、銀縁メガネ結構お世話になってるかな。この AP16 が、本当に毎回思うけど、このあと一発、その時にこの AP16、かなりでかいっすね。あとはこういうのディアボロスね、レベル99にしたいっすけど、ディアボロスはレベル99になってないっすね。でも本当に並び順、アビリティのオンオフ、まあ、召喚獣、ビジョンカード、全部、本当に何か一つ欠けたら多分ワンパンできないと思います。この編成だからワンパンできるって感じですね。自分の戦力ではね。まあ、自分 D 持ってないんでね、D いればもうちょっといけるのかもしれないですけどね。そんな感じでね、説明はこんな感じで、ちょっとこの後ね、自分のね、戦闘シーンの立ち回りをね、見ていこうかなと思います。はい、そんな感じで、今のはね、ちょっと自分がなんとかね、ギリギリ、今回はね、本当に無理かと思ったんですけど、ギリギリワンパンいけましたね。ただ本当にちょっと今回難しかったんで、多分誰か一人がレベル115とかだったら多分無理だったんじゃないかな。レベル120前提にしないって言ったやん、運営。嘘つくのよな。まあ、クロヘレナさんが死んでしまうパターンと死なないパターンあるんですけど、どっちでも別にクリアできます。死んでも死ななくても別にクリアできます。むしろ死んでくれた方が、なんか逆になんか、残り行動回数が多くなるイメージですね。ヘレナさんが死んだ方が。まあ、だから今回もね、無事ワンパンできたんで、まあアイテムは今回、もう、黒装束もね、普通に63枚分集めてあるし、もうあと残りのアイテムも多分普通に、期間内に全部交換しきれると思うんで、で、もともと素材は持ってたんでね、素材であんまり交換することもないですし、強いて言うなら土の大結晶。これを補充するっていうくらいかな。あと、秘伝書も本当は交換してあげたいんですけど、秘伝書ってさ、なぜかさ、500じゃないですか、メダル。100くらいにしとけよと思いません？モブショップのレートの見直しするってさ、前、国営放送で言ってたはずなんですけど、一体いつ来るんですか？モブショップの見直し。この冷凍おかしいのいつ直してくれるんだろうって感じですね。これ秘伝書ね、500がね、多すぎる。100でいいっす。だから自分ね、このレイドメダル系はね、てかこのモグショップ系は秘伝書交換したことないっすね。なんかすげえ割高感しちゃって。コスパが悪い気がして。少ないね、素材をいつも補充する傾向にありますね。ただ今回は本当に秘伝書がなくて、作れないね、アクセサリーと防具がたくさんあるんで、もしかしたら秘伝書に交換するかもしれないですけど、ちょっとわかんないですね。まあ、自分は理想はね、できればドロップ2倍の秘伝書クエストで、秘伝書を集めたいと思ってるんですが。ただ、ドロップ2倍の秘伝書もね、なかなか来ないし、てかそもそも体力がないんでね、秘伝書集めができないんで。まあ、結局、体力がね、このレイド終わったらどうせまたケチり始めると思うんで。そうなってくると永遠にね、この防具とアクセサリーの秘伝書集められないんで、もしかしたら今回のレイドメダルでこの秘伝書を重視でいく可能性はあります。ただそれはちょっとわかんないですね。この限定のね、交換上限あるアイテム全部交換し終わったら、ひたすらレイドメダルは貯蓄して最終日に交換するっていう感じでいくんで、それで前回ね、最終日に交換し忘れて、十数万あったメダルを交換し忘れるっていうね、絶望的事件がありましたけど、いかんせん現役戦争はね、ちょいちょいモチベーション下げてくるんで、モチベーションが低下するとね、ログイン率も減ってくし、その結果ね、レイドメダルとか交換し忘れるとかもね、全然あるんで。まあ、そんな感じですね。まあ、あとはギルメもね、まあ、いつも通りランク80以上で、ランキングとか PVP あんまり興味なくて、ちゃんと毎日ね、出席とかね、そういうのはやってくれる人、
そしてキッズはお断りということで、そんな感じで、どうもありがとうございました。